皆さんこんにちは。瞑想中のチャンネル、赤又影湯でございます。今回はですね、名古屋の浅草こと大須の町にやってまいりました。ちょっと前にですね、大須百郎亭が復活したということでですね、気になっていたので餃子をいただきに来たというわけでございます。ちなみにですね、以前百郎亭の餃子をご紹介したことがあるんですが、その時にご紹介したのは百郎亭今池店でございます。ということで地図をご覧ください。百郎亭で検索すると3箇所ヒットするわけなんですけども、過去動画でご紹介したのは今池店、そして今回はですね、百郎亭大須本店と出ているお店で餃子をいただくわけでございます。ちなみに池波正太郎が好んで餃子を食べていたお店っていうのは大須のお店だそうです。ということで早速カウンター席からのビューをご紹介したいと思います。こちらがですね、餃子を焼く準備段階でございます。たまたまカウンター席に座れたので作業を見ることができました。この一見するとフライパンのような形をした鍋で餃子を焼き上げるわけでございます。最初は多めの水で茹でるようにして火を通して、それからパリッと焼くという感じになってるようですね。こちらが焼き餃子でございます。百郎亭さんの餃子はですね、一つ一つのサイズは小さめですけれども、一人前の量はその分多くなっております。餃子といえばビールでございますね。実はこの時点でですね、すでにビールいただいてるんですけれども、そのシーンを撮るのを忘れておりました。では早速焼き餃子の方いただいていこうと思います。一口サイズという感じですね。餃子は大きいよりもこのぐらいのサイズの方が食べやすいですね。そしてこちらはですね、水餃子でございます。ちなみにこれはですね、スープではなくてお湯の中に入っている感じです。なので味はですね、後からつけて食べることになりますが、これはこれでですね、焼き餃子と甲乙つけがたいという感じです。こっちの方が好きっていう人も結構いるんじゃないかなと思いますね。そしてもう一つ、こちらですね、百郎亭さんの名物料理ですね、片焼きそばです。私はですね、この手の料理もすごく好きで、確かリンガーハットにも似たようなのありますし、餃子の王将にも似たようなメニューあるんですね。どちらもかなりの量ありますけれども、百郎亭さんのはですね、餃子を食べるのが前提になってると思いますので、量はそれほど多くはありません。麺がパリッとしていて、このあんかけの水分が馴染んでくるとですね、ちょうど良い歯触りになってきますね。パリパリの状態が好きっていう人と、しなっとしたのが好きっていう人といると思うんですけども、私はですね、その中間ぐらいが好みですね。ちなみにですね、動画概要欄にですね、今池店訪問の時の URL も貼っておきますので、ご興味のある方は見比べてご覧になってください。ということで今回の動画は短めですけども、ここまででございます。また次回の動画でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。